ディレクションでもっとって言われるときはもっと男勝りにっていう方向の、あれこんなに私体から声響くタイプだったっけってぐらい声出すぎてて、ロマンティックキラーの魅力は読み切った後にはめちゃくちゃ出てくるんですけど、まず入り口のおすすめ方としては面白い作品だよっていうのを私は伝えたいなって思ってます。なんか見ていくうちに、え、ロマキラなのにキュンとしちゃったじゃんみたいな、なんかこうロマキラなのにって超褒め言葉なんです、すごい褒め言葉なんですけど、ロマキラなのにこんなハラハラするなんてみたいな感じとか、常に身近で笑わせてくれる、そんなすごくそばにあるような作品で、うん、身近な作品って感じがします。キュンポイント結構あるんですよね。ただそれがイケメンにキュンとさせられるかどうかっていう問題と、アンズにキュンとさせられるかっていうところはありまして、アンズちゃんイケメンなんですよね。もう最後の最後の方になっちゃうんですけど、アンズが自分がピンチに追い込まれながらも主張するあそこのシーンがめちゃくちゃ好きで、ぜひこれはもう見てほしい、最後まで見てほしい。アンズの声はこうみたいな、なんとなくそのこういう声で喋っていてほしいみたいなものは、もう私もコミックを読んだ時に、漫画を読んだ時に感じてはいたので、こういう声がいいっていうのはもちろんある中で、アンズの声の幅はここですとかは決めないようにしてて、結構シーンによって作画が変わると言いますか、急に劇画チックになったりとか、人様のモノマネしたりとか、なんか本当に幅の広い変顔をしたり、本当に面白い女なのでそこに関しては私の声帯が出る音だったらアンズも出るっしょみたいなぐらいの気持ちで、幅広く楽しんで遊ばせていただこうって思ってます。オーディションの時からアンズの変な顔のシーンは入っておりまして、それやった時にももっとやっちゃってもっとやっちゃってっていうのがあって、 G を退治するシーンがあるんですけど、結構な激ガチックなお顔でソルジャーって呼ぶんですけど、心の中のね、私の中のソルジャーが出てくるんですけど、もっとソルジャーになっていいからとか、もっとここイケメンでいいからとか、なんかディレクションでもっとって言われる時はもっと男勝りにっていう方向のディレクションが多かったのを思い出しますね。特に大変だった、ここの顔が難しかったとかっていうのももちろんたくさんあるんですけど、前話通して、特にリリとの掛け合いのシーンは2人とも動き続けるんですよ。リリがうにゃーってこう言ってる時にうーんってこっちはずっとやってたりするので、これも入れるんですよ。うーんとかなんかブーとかってなると、アフレコをする編集をする都合上、必ず一人で切り張りしやすいように撮っておかないといけないので、リリとはテストだけ一緒にやって、本番の時はさっきのリリを脳内に流しながらうーんって一人でやるっていう、結構大変でもあるし、その後に同じ空間にいるのもあって、リリ役の小松美香子さんがそれを聞いてやってくれたりもするから、そういう意味で作業が大変だった。普通に掛け合いっていうところが大きいんでしょうかね。一人で面白い声を出した人の勝ちっていうものでもないじゃないですか。っていうところは本当に自分がデビューしてすぐの頃とかにコメディ作品に参加させてもらえたこともちょっとすごく大きかったりもして、であと普段家でバラエティをずっと流してるんですよ。耳で聞いてて上がり下がりがあるとすごく心地よくて、ここでこう芸人さんたちが大きな声出して突っ込んでるなとか、そういうのが欲しくなっちゃうみたいなのもあって、自分もそのアクセルブンって踏むみたいなのはちょっとその感覚踏襲させてもらってるのかななんて、ちょっと芸人さんの皆様には恐れ多いんですけど、そういうバラエティ的なテンポの良さっていうのは耳なじみがあるっていうのはちょっとあるかななんて、自己分析でお恥ずかしい限りですが確かに何話だったかな、なんかやっぱ最初の頃にブーストかけすぎて午後の現場の低音が響きすぎるみたいな、あれこんなに私体から声響くタイプだったっけってぐらい声出すぎてて、準備運動って言ったら変な感じなんですけど、テストからはもうちゃんと声出すようにはしてて、本番で一番いいの取れるようにはしてたんですけど、声出しが効きすぎてしまって、午後の現場で今日めっちゃ声出てんねってこともありました。
でもロマキラも朝一で撮っていたので、みんなでおはようなんてこう励まし合いながら、眠い目をこすりながらでも、もうギアをかけるときはギアかけて、まあ、あの高校生、あの女子高生だったりもするので、その朝の時間帯に撮るっていうのは私的にはすごくしっくりきてて、あのやっぱ学校の登校時間とか、そういう普段アンズちゃんたちが生活してるリズム感に、あの自分たちも慣れる感じが私はしちゃってて、朝帯のアフレコで割と良かったななんてこっそり思ってました。普通にこう二次元的な好みの話をするのであれば、もしあの恋愛シミュレーションゲームだとしたら、私はリオくん行きたいです。はい。あの小松美香子さんが声っていう男の子が好きなんです。もうこれはもう完全に中の人からで申し訳ないんですけど、女性声優さんが演じる男の子が好きっていうあの特徴を私が持っておりまして、あの恋愛シミュレーションゲームでなかなか女性声優さんのキャラを落とすって機会がないので、もしリオが攻略対象にいたら絶対開けたいというか、多分一周目じゃ出ないと思うんですよ。なのであのちゃんとリオルート出して、リオルートのためにやるかもしれない。でもみんないいんで、ちゃんと本ルートでも絶対楽しむんで大丈夫です。はい、この度ロマンティックキラーがアニメ化ということで、ロマンティックキラーこちら全話ネットフリックスさんで見られるんで、どうかネットフリックスさんに入っていただきたいと言いますか、どうにか見ていただきたい。あの本当にネットフリックスさんに入らないと見れないっていうところが、あの皆さんの中でどの程度のハードルになってるか、私はちょっとドキドキしているんですけど、あの入っていただいてめちゃくちゃ作品数いっぱいありますし、ロマキラ全話一気に見られますし、なんかめちゃくちゃ宣伝してる感じなんですけど、あのぜひともロマンティックキラーが面白いから見てもらいたいからネットフリックスに入っていただきたい。これはやはり視聴しておきたいでしょうか。どうかあのロマキラの応援よろしくお願いいたします。もうネットフリックスの宣伝担当。そうなんですよ、めちゃくちゃ。でも入らないと見れないし。ロマンティックキラーぜひご覧ください。